バンズがね、オリジナル焼きうめえ。これうまいっすよね、このバンズ。うまい、このバンズうまいわ、ほんと。これだけ食べても美味しかったよ。美味しかった、美味しかった。うん、うまい、全然違う。あ、もうほんとオリジナルで作ってる、甘めのね。おお。それにチーズとパテがね。あ、パテがね。うん、ソースがたっぷりやね。たっぷりやね。ね、煮込んであるね。あ、ほんと。うめえ。これ一個丸々食ってしまうわ。北九州グルメといえば、こんな折り旅ですよ。はい。ね、今ね、これあの JR の門司駅に向かって走っています、はい、進行方向は小倉方面ですね、はい、まっすぐ行くと右側が門司駅です、はい、でこのまま行くとね、お店は左側にありますよ。ここですね、ちょうど信号のところですね、はい、ハートブルーって書いてますね。ここになります。で、ここからお店を紹介して、このまま駐車場をご案内します。で、駐車場はね、あのコインパーキングしかないのでご案内しますね、はい、あのここでね、600円以上、食事されるかお買い物をされると、はい、1時間ね、うん、無料の券がいただけますので、そちらをご紹介しますね。あの風の便りでね、探しても見つけるのも大変ですのでね、あの道案内参考にしてくださいね。はい、このまま真っすぐ行ってくださいね。横浜門司、はい、これが右側が門司駅ですよ。で、これを門司駅前西を左に曲がります、はい、今から行くハンバーガー屋さんはですね、あのバンズとか自家製なんですよ。で、うん、パテも手作りで、特製のねソース、はい、これもですね、あのハンバーガーによっていろいろ変えてるそうです。すごいよね。うん、なんかすごいらしいよ。だけあの一個一個がね、増えるんよね、うん、あの上から順番に食ってもいいぐらいな感じの。そうそう、この高田一丁目をね、左に曲がります。あとこのお店に行かないとね、味わえないハンバーガーなので、うん、ぜひね、動画を参考にしてくださいね。はい、バンズとかもね、小麦粉と全粒粉とね、あと企業秘密の中材料も混ぜて、はい、バンズうまいね。美味しかったね。え、あれはすごいわ。もうここでしか食べられんね、うん。パテもね、牛肉の旨味たっぷりでジューシーでしたよ。はい、はい、泊まりはね、泊まりましょうね、はい、これを、いや、これまだまっすぐよ。まだ、うん、まだまっすぐ、うん、これ、一方通行側に皆さん気をつけてくださいね、はい、もう一方通行だらけだよね。だけど、迷い込んでしまうけんね。これを左かな、これを左、はい、これを左行ってください。この泊まりを左ですね。です。意外と人通りの方が多いんでね。うん、この気をつけてくださいね。もう慌てていくことないので、はい、これをまっすぐですね、はい、右側にエディオンがありますよね。これを右に曲がります。ここが右、はい、はい、右です。まっすぐ行ってくださいね、はい。で、曲がったら1個目の交差点を右になります。はい、で駐車場はね、この左側の駐車場ではなくて、右側のこちらのね、はい、第1パークの駐車場になります。こちらが1時間無料になりますね。こちらをお止めください。ここの駐車場がね、1時間無料になりますよ。駐車券をね、持っていったらこのサービス券をね、1枚1時間無料のをくれます。さあ、着きましたね、はい、でちょっとメニュー見てみようね。どんな感じやろか。これね、外にあるけんね。うまそう、うん、ほう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 、豊富でハンバーガーが。あ、ほんとね。これが、A セットでドリンクがつくん、はい、で B セットでポテトサラダ、ドリンク、なるほどね。でドリンクとこれが欲しかったら、こう C セットにしたらいいんやね。ダブルセット ね。あ、そういうことね。じゃあこれにしようね。はい、オッケーオッケー、うまそう、ね、楽しみ。はい、いろいろね、こういうの置いてありますね。私を食べてというサラダ、大きいね、うん、ねえ、スヌーボールってなんやろね。一度食べてみてください。あ、クッキーやね。へえ。チーズケーキ。でかいね。うん。うん、
カステラ、いちごフィナンシェ、のがあるよね。で、これはパンもある。あ、パンもあるんや。紅茶クッキーとかもある。おいしそう。玄米パン。健康になる。うん。エコパックも売るよ。ほんとだ。ね、何やったら蜂蜜も売るよ。すげえ。すげえ。もう贈り物に最適です。うん。で、いくらになる？1900円。でもこの大きさで1900円安くない？安いね。ね、結構ミートソースがたっぷりやね。たっぷりや ね。ミートソースだね。うん。うん。煮込んであるね。あ、ほんと。トマトの風味もいいし。あ、ほんと。めっちゃ溶け込んでるわ。へぇ。お、なんかスパイスがかかってるね。スパイスかな、スパイス、パセリっぽいやつ。あ、なるほど、ね。ちょっと彩りですね。あ、彩りでね。うん。ちょっと麺とね。うん。永遠に。こうしようかない。食べれんやつあるね、スパイス。昔から。豪快な食い方やね。腹まっちゃって。なるほど。あ、すみません。ありがとうございます。丁寧にしてくれて。うん。お店の方優しいね。優しい人たちだ。うん、みんな。ね。スパゲッティも優しくて美味しいよ。うん、だって全部手作りやもんね。うん、うん、ちょっとチーズかけてみてん。粉チーズもついておけんね。こうか。あ、こうだ。おお、いいね。おしゃれね。うん。おお。味が変わるやろね。もちろんでしょうね、うん、これ。永遠にね、クルクルしないよ。いきます。はい。うん、イタリアの風が吹いたわ。マジやべえ、うん、やべえやん。美味しいよ。ね、辛いの好きな人はね、このタバスコもね。で、それ入れろってフリですか？いやいやいや、かけんなくても。まあね、大人ならね。まあね、ちょこっとぐらいはね。ちょこっとぐらいは。うん、いっとかんと。冒険してもいいんじゃないか。いいね。うん。美味しそう。うん、なかなかこの王道のやつって外で怖いよね。怖ない ねミートの。なんかいいよね、これが食えるっていうの。ああ、ね、あ、タバスコも美味しいよ。あ、本当。ミートするけど、うんうん、大人になったな。お、大人になったなって。美味しいですね。テリヤキバーガーね、いただきますよ。こちらは、うん、あのセットのサラダですかね。サラダにしたポテトじゃなくて、うんうん、でほら、うわ、ね、うまそうやよ、ほんと。テリヤキの感じもいいよね、このソース。うわ、ね、甘辛いね。あ、味濃いそう。でしかもこの白いマヨネーズ ねいいよね。でパンがカリカリね。ね、うん、ちゃんと焼かれとって、うん、うわ、いいわ。じゃあちょっとね、いただきますよ。はい、うん、でけえ口が、うん、わんぱく、うん、あ、うまい、あ、いいね、このマヨのまろやかさと、このテリヤキの甘い辛さ、醤油の、うん、うん、合うわ。で、このレタスのね、うん、シャキシャキと、またね、このバンズがね、オリジナル焼きうめえ。これうまいっすよね、このバンズ、うん、うまい、このバンズうまいわ、ほんと。これだけ食べてもお、美味しかったよ。美味しかった、美味しかった。うん、あ、うまい。全然違う。これなんか、あの、企業秘密の材料も加えてるらしくて。おー。うん。いや、うまいよ、これは。うん。うん。うん。がっつり行きたいとき、これいいと思う。ねえ、うん、これいけますか。濃い味がね、うん、たまらん。あ、うまい。うわー、そっち食べるな。このパッテがいいよね。これパテいいっすよね、うん、でなんかハンバーガー全部ね、うん、ソースをね
オリジナルのいろいろ書いて、うんうん、それに合うようにしてあるみたい で、 でもう一個一個楽しめるわけよ、うんうんうん、ここのバーがあってね。だけ上から順番に頼んでいってもいいぐらいな、うん、感じ。いやうまい、うん、いやこのバンズほんといい、うんうんうん、合うねこの照り焼きに。うわ照り焼き美味しそう、うんうん、うまい。サラダがいいよね、うんうん、しかも結構ボリューミーだよ、うん、結構あるよね量。これごまどれにしたけん、うんうんうん、これも間違いないやろね。間違いないです、うん、間違いない味。いただきますね、はい、あこのコーンいいな、うん、あ間違いねえ、うん、シャキシャキでうめえ。じゃあね、ハートバーガーね、はい、いただこうね。オリジナルソースだね、うん、トマト、チーズが相性抜群だ、うん、へぇさ、これが多分一番スタンダードですね、うん、スタンダード、このお店のね、うんうん、だってもうほら、うん、でも書いとくね、うん、自家製パテ、手作り、え自家製バンズか、バンズと手作りパテ、特製ソース、はい、で、うん、ノーマルではこれ430円なんですけど、うん、チーズがスタートってちょっとリッチじゃないですか。あなるほどね、うん、考えたらそうやね、で、うん、チーズバーガーは別にあるからさ、うん、でチーズが入れてもらってるっていうのがね、ねスタンダードでね、うん、もうパンパンっていうか、バンズ自体も普通で見らんもんね。見ないですね、うん、うまそう、うん、行ってみましょうか、うん、ハンバーガーってギュッて潰すんですかね。あいや別に食い方なんていうのは、うん、関係ないよ。じゃあ行きます、うん、はい。うわでかい口でまたワイルドやな。うんどうなん、めっちゃうめえ。美味しいで。ソースはどんな感じ。うん、ソースね、和風っすね、うん、あ、玉ねぎ、うん、うーん、あ、もう本当オリジナルで作ってる、あ甘めのね。おお。それにチーズとバンズが、うん、バンズっていうかあのパテがね、あ、パテがね、うん、相まって、おお、ああ430円いいよ。これ、まあ、セットやから、うんうん、ちょっとプラス300円かな、うんうん、なんですけど、それでも安いよ、うん、お昼とかでも全然、うん、手作りないで、うん、いやこれ手作りがこれって安いよ。安いと思う、うん、うん、本当、いや本当チーズすごいわ、うん、ね、まあ、そういいな、うん、結構ボリュームもあるね、うん、いいね、塩かけ抜群、うん、おいいな、うん、これも止まらなくなるからね。しかもね、あのケチャップね、あ、ほんとね、うん、あのレジのところにね、あるんでね、うん、あの欲しい方はこれつけてね、はい、食べてくださいよ。なぜかポテトってね、うん、ケチャップなんだよね。おなんか不思議よね、うん、絶対マヨネーズじゃないよね、うん、マヨネーズだと合わないんですよ、うんうん、ケチャ、唯一ケチャップなのね、うん、合うわ、まあ、うん、それは合うでしょ、マッチし、うん、いやこれはうまそうやわ、うん、俺も食べたかったな。じゃあね、ちょっとチーズケーキね、はい、開けようかね、はいはい、お、なんか3つの美味しい飯が焼かれ方と書いて、まずは冷蔵庫から取り出して10分ほど常温に戻しから、はい、しっとりしたスプレーケーキ本来の美味しさをご賞味ください。その2が冷蔵庫で冷やしたチーズケーキをそのままお召し上がりください。ひんやりしたあなんだろうね、ひんやりした感じが味わえるよね。その2が、あ、その3が電子レンジ、あ軽く温めるとふわふわプルプル、あいいね、あちゃんとやり方も書いてあって、はい、親切に、ねえ、3つ楽しめるんだね。ですね、うん、あいいやん、じゃあね、ちょっと、はい、お店の中にね、ちょっと食べたいですって言ったら、はい、お皿とかね、ちょっと、うん、出してくれて、用意してもらったんで、うん、ありがたいです。じゃあ、これは人が来たね、よいしょ、はい、じゃあね、
お、こんな感じなのか、すげえ。ちゃんと綺麗に包装されたんやね。うんうん、あったかな。ちょっと待ってね、ちょっと下もあるけんね、はいはい、暖房とかね。よいしょ、ちょっと、はいはい、じゃあいただきますよ。柔らかそうね。ちょっと見せてもらっていいですか。うん、いいね。うわー、いる場合が、ねね、いいね、うん、結構冷えててうまい。うまい、うまいっていうか、もう食うてないんやけどね。もう、もう、うまいね。もう、わかる、うん、うまいって、めっちゃうまいってわかる。ああ、これうまいやつや、うん、うまいやつやね。いただくよ。もう一口でいただくね。お、マジで。うん、うん、うん、はい、最強カフテ。最強なんだ、うん、あ、うま、うわ、あ、これうまいわ。いや、これお土産にもいいかもよ。あ、うん、うん、めうめ、これ一個丸々食ってしまうわ。うわ、このチーズの香りね、うんうんうん、これ甘い食感と中のふわふわ感たまらんわ。これ電子レンジって書いてあったやん、うん、あれしたらもっとプルプルになるかもね、うん、今冷えた感じなんよ、うんうんうん、うまいわ。でもそれ今一個食べられたら、うん、さっきの調理法が意味ないな。確かにそうやね。あ、でも俺甘いの好きやけね。あ、うん、うまい、うん、これおすすめ、うんうん、これ1100円安いと思うよ。あ、そうよ ね、 ね、うん、この量で、あ、うまいわ。チャンネル登録グッドボタンよろしく。